皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。それでは今回は、習近平氏がなんと国際会議から逃げました。どうして逃げたのか、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それではまずはこちら、夕刊フジ。習近平がとうとう逃げ出しました。 G20 初の欠席、習近平氏に異変、プーチン氏と並び中ロトップ不在の深刻事情、インドや日本、修羅場から逃げていると。国際会議でこういうことをすると、もう信頼がなくなって存在感を示すことはできないでしょう。そこで議長国のインドが存在感を示すということになります。中国は本当に自滅の道を歩んでいますよね。中国外務省は4日、インドで9日から10日に開かれる G20 首脳会議に李強首相が出席すると発表しました。そこで習近平国家主席は欠席する見通しとなりそうですと。そしてロシアのプーチン大統領も欠席を発表しており、中ロトップが出席を見送る形となります。まあ、独裁者は出席はできないということになります。そして中国は軍事的覇権拡大を進める一方、国内経済の危機的状況も伝えられています。そこで習氏の欠席の背景には何があるのかと。そこで中国外務省のモーネ副報道官は4日の記者会見で、中国は G20 を重視し積極的に関与していると、こう強調しておりました。まあ、とんでもない、いつもの嘘ですよね。そこで中国は2008年の第1回会議以降、一貫して国家主席が出席しており、習氏は初の欠席となります。なのでどうしたんだ、何があったんだと、そういうふうに思ってしまいますよね。そこで G20 は今年、ロシアによるウクライナ侵略を非難する日米欧が中ロと対立し、閣僚会議の共同声明が採択されない事態も起きています。そこで一方、中ロは新興5カ国 BRICS や上海協力機構といった中ロを中心とする枠組みの影響力拡大を図っています。そこで自由主義国対専制主義国の対立構図に加え、中国の覇権主義も背後にありそうだと。そこで中国の背景というのは、中国は現在 G20 議長国のインドと係争地をめぐる国境紛争で関係が悪化しており、習氏はインド訪問に後ろ向きと見られていました。 G20 はインドで行われますので、今紛争しているインドに行きたくなかったと。それがまず一つあります。そして中国政府が先月下旬に公表した23年度版標準地図でも、インド北東部のアルチャナルプラジュ州も中国領として記載され、インド政府が抗議をしています。それがこちら、 MI2 さんのツイート。中国による勝手に他国の領土領海を俺のものにしている厚かましい2023年度版標準地図。これはですね、インドのみならず、日本においても魚釣島、大正島を勝手に中国領土、インドが領有を主張している土地も勝手に自治区に取り込み、これまで九段線だったものを十段線に変更するなどしていると。それがこちら、インドについてはこのあたりでしょうか。そして魚釣島ありますね。ちょっと小さくて見えませんが、これも勝手に自国領にしています。そして日本政府も抗議をしています。こちら時事通信、政府中国地図に厳重抗議、尖閣で独自の表記。松野博一官房長官は5日の記者会見で、中国は8月に公表した新しい国土地図をめぐり、沖縄県尖閣諸島に関する中国側の独自の主張に基づく表記があったとして、外交ルートを通じて厳重に抗議し、即時撤回を求めたと明らかにしました。まあ、いつもの外交ルートを通じた抗議です。そこで地図は尖閣諸島中国米の魚釣島と表記した。これに対し松野氏は、歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土だと反論。国民の生命財産と我が国の領土領海領空を断固として守る方針のもと、冷静かつ毅然と対応すると強調しました。そしてこちら NHK、 ASEAN 首脳会議開幕、中国の新しい地図めぐり加盟国から反発の声と。もうですね、集中砲火を浴びていますよね。なので ASEAN に
にも習近平は行きません。ASEAN の首脳会議は5日、インドネシアの首都ジャカルタで開幕しました。議長を務めるジェコ大統領は会議の冒頭、ASEAN はいかなる勢力の代理にもならず、平和と繁栄のためには誰とも協力する。ASEAN を対立の場にするのではなく協力拡大の場にしたいと呼びかけ、インド太平洋地域で激しくなるアメリカや中国などの大国の競争とは距離を置く姿勢を強調しています。そこで一方、今回の会議を前に、中国が先週発表した2023年度版の最新地図をめぐっては、南シナ海のほぼ全域を中国が管轄権を持つ海域として線で囲っていることに、領有権を争う加盟国からの反発の声が上がっていましたと。線で囲っているのはこれなんでしょうか。縦断線ですね。そしてこれですね。線で囲っていて、ここまで中国の領海ですよと、それを主張しているので皆さん反発をしているということになります。このため5日の会議でも、マレーシアのアンワル首長が中国側の一方的な主張で認められないとする立場を明確にした上で、南シナ海は平和的合理的に話し合われるべきだと述べ、強い反発の声を上げましたと。そりゃそうなりますよね。そして戻りまして、習近平が欠席した理由として、インドの問題と地図の問題があります。そして一方、中国国内の事情が影を落としている可能性もあります。それは中国不動産大手カントリーガーデンの債務危機や、同中国公団集団の米国での破産法適用申請など、不動産バブルの崩壊が注視されています。さらに失業率悪化も伝えられていて、経済崩壊が現実味を帯びてきています。それで最近習近平は非常に不景気な顔をしてますよね。病気かと思われるような顔をしています。そして習指導部と党長老が河北省の避暑地で非公式に意見交換する北戴河会議が8月に開かれ、対米関係悪化や経済低迷が議題に上がったとされます。そして7月には秦剛外相が突如解任されるなど異変が確認されています。そこで中国事情に詳しい評論家の関英氏は、中国は現在インドとの係争や日本との処理水をめぐる対立など近隣国と問題を起こしていると、そこで G20 で当事国から問い詰められ不利な立場に立つ修羅場から逃げている可能性があると、そうとしか見えませんよね。もう不利なので逃げたと。中国はメンツを重んじる国ですので、一般の中国人であってもみんなの前で叱ってはいけないと、そういう決まりがあるそうで、まあ習近平が出席すればこの G20 当事国から詰められると、もうそれに耐えられないので逃げたと、そういうことになるかもしれませんよね。中国人というのは非常に面倒くさい人たちです。そしてインドのモディ首相とバイデン米大統領が G20 を主導する中、習氏は中心的立場になれないと。なので出席しても国内へのアピール材料になりません。なので欠席をすると、習氏は目標は高いだけで実力はない頑固主定の人物と言える。中国に国際社会の覇権を握る資質はないが、習氏はなおさらだと語ったと。いや、その通りですよね。習近平は本当に目標は高いんですが、実力は本当にないですよね。まあこんなことをすると国際会議に出れなくなると、そしてどんどん孤立化して自滅すると、そういう発想ができないんでしょうね。これは独裁者でありますので、部下は習近平の機嫌を取りたいのであの地図を作ったと。しかしそうなると国際社会で孤立をしてしまうと、そういう発想にもならないんでしょうね。なので最終的に習近平は逃げないといけなくなったと、そういうことになるのでしょうね。そしてこちら読売新聞。岸田首相が ASEAN 首脳会議に出発をして、処理水放出で政府が反論しよう。トリチウム量は中国原発の10分の1ですよと、それを主張するということになります。岸田首相は東京電力福島第一原子力発電所の処理水海洋放出をめぐり、6日に始まる ASEAN 首脳関連会議などの場で積極的に安全性を訴える方針だと。もう日本はこの場を使ってどんどん訴えてほしいですよね。首相は5日、会議が開かれるインドネシアへ出発前、透明性を持ち国際原子力機関 IAEA と協力しながら取り組んでいる我が国の取り組みについて、理解や協力が得られるよう説明を尽くすと、首相官邸で記者団に強調しました。
動画のコメントを見てますと、もう岸田首相が嫌いで嫌いで、左翼がやるような人格攻撃まで始まっていますよね。それはちょっと驚いていますが、そういう人であっても今回は中国と対抗しないといけないので応援してもらいたいんですよね。そして ASEAN 関連首脳会議とインドでの G20 サミットには中国の李強首相が出席する見通しだと、習近平は逃げましたので習近平子外の李強首相が出席する見通しです。習近平の代わりに集中砲火を浴びると、そういう見通しになっています。そこで岸田首相は一連の会議で李氏から、科学的根拠に基づかない主張があれば反論すると、そして個別の会議なども呼びかけ、李氏に直接日本産水産物の輸入停止措置の即時撤廃を働きかける考えだと。まあ個別会議に応じるかどうかまでは分かりませんね。そこで日本政府は4日には世界貿易機構 WTO に対し、輸入停止措置の撤廃を求める反論書を提出しています。そこで反論書には、IAEA の継続的な関与の下で、モニタリングを重層的に実施していると説明。海水の放射性物質トリチウム濃度は、1リットルあたり1500ベクレル未満より大幅に低く、現在までに問題が発生していないと明記したと。そして処理水に含まれる年間のトリチウム量は、中国の新山原発の約10分の1だとも例示し、中国の措置は科学的原則に基づくとは見なせないと厳しく批判していたと。ということで岸田首相は、まずは中国にしっかり反論できるか、さらに出席国に対して安全性をアピールできるかと、その2点に注目をしていきましょう。ちなみにこちらポンさんのツイート、処理水海洋放出について各国反応、まあみんな丸ですよね。まあこれだけの国から賛同を得てると、賛同を得ていない国は中国だと、そういうことになります。そしてフィジーやクック諸島からも一応賛同を得ていますと、さらに韓国も一応賛同ですよと、そんな感じになっています。そしてこちらウェッジオンライン、処理水問題で実は焦る中国、日本は毅然とした対応をと、この記事はジェトロの久松氏が書かれています。8月24日に開始された福島第一原発関連の処理水の海洋放出をめぐって、中国側の異常な反応が目立つ。中国側は今年1月あたりからこの件について言及を開始し、すでに更迭された秦剛前外相も今年3月の就任記者会見で明確に言及をしていました。以降処理水の海洋放出については、その安全性が科学的かつ客観的に担保されているにもかかわらず、中国側は日本に対する一方的で非科学的な論断を次第にエスカレートさせてきました。おそらく中国側は処理水についての言及を始めた背景には、日本が米国主導の対中半導体規制に協力し、また台湾情勢についても中国の武力介入を許さない姿勢を明確化する中で、対日牽制カードとして利用する意味合いがあったと推測されます。しかしこれは結果として中国にとって悪手となりました。まずは日本にとって、対中半導体規制や台湾問題と処理水の海洋放出は全く別問題であり、何らの牽制効果もなかったと。そうですよね。これによって日本が折れて、まあ昔の政治家であれば日本は土下座外交をしていましたから、中国さんすいませんでしたと言って何でも言うことを聞いていたと。しかし今ではそうはいかなかったと。つまり中国は日本に対する成功体験を未だに信じていて、それが通用すると思っていたと、そういうことになるでしょう。すると中国外交にはよく見られるパターンであるが、自分が勝手に振り上げた拳を自分のメンツのために下ろせなくなってしまい、悪循環に陥った挙句責任を日本になすりつけ、さらにその声を大きくしているというのが実相であると。すなわち中国式の大国外交がまたしてもオンゴールで失点を決めたということであると、非常に滑稽ですよね。そこで実は内心穏やかではない中国政府、
中国の失点はさらに続く。自らの正当性を示すために国際世論を動員した対日包囲網の形成を試みたが、当然ながら先進各国や東南アジア諸国連盟 ASEAN をはじめとする国際外交の場では相手にもされなかったと。非常に滑稽ですよね。加えて自国領である香港に加え、フィリピンの一部や太平洋島嶼国などで親中勢力を動員し、日本への抗議デモを組織したが、全く限定的で何らの影響も及ぼすことができなかったと。まあそんなデモがあったんですね。全然知りませんでした。それほど影響力がなかったということになります。そりゃそうですよね。影響力のない国を動員してアピールしてもそれは影響がないでしょう。さらに中国政府にとって予想外であったのは、国内向けのプロパガンダを煽りすぎた副作用で、自国の一部民衆が屈折した正義感や愛国心に駆られ、日本への手当たり次第ともいえる嫌がらせの電話や在中国の外交施設や日本人学校への投擲などを始めたことである。これについて日本のメディアの一部には、背後には中国政府の黙認があるとの見方もあると。それは当然あるでしょう。黙認がなければとっくの昔に抑えてますからね。それは黙認はあったでしょう。しかし実のところ中国政府は、近年の凶悪的な社会経済政策のせいで高まっている民衆の不満が限定的な反日感情として発露されるにとどまらず、両舷の火のごとく燃え広がって制御不能となり、自らに向かってくるリスクをもっと恐れていると。非常に滑稽ですよね。加えてこうした排日運動が世界から注目されることは、すでに低迷している海外から中国への直接投資を一層冷え込ませるリスクがあると。そうなるでしょうね。本当に自滅の道を歩んでいますよね。自らの自滅ぶりを全世界にアピールをしてしまったと、本当に滑稽としか言えませんよね。そこで国営メディアや SNS などで、執拗に処理水の危険性や日本政府の非を喧伝しつつも、民衆の極端な行動については沈静化を呼びかけるような論説が出始めたのは、内心穏やかではない中国政府の本音を象徴していると。いや、実はビクビクしているんじゃないでしょうか。そこで日本の漁業を守るため直ちに行動をと、中国の理不尽な対応で最も直接的な影響を受けているのは、実質的な金融措置のせいで在庫を抱えた日本の水産関連業界である。さらに今後は日本の農産物や製品などへの不買運動や中長的なイメージ悪化、さらには訪日旅行客の減少などが連鎖することで、一定の経済的影響は避けられないであろう。そうですよね。他の農産物や製品、さらにインバウンドですよね。それに影響は出てくるでしょう。今回我が国に反省すべき点があるとすれば、上記リスクは政策側で予測可能なものであったにもかかわらず、不作為によって事業従事者に深刻な影響を与えてしまったことであると。そうですよね。野村農水大臣が想定外と言っていましたから、まあそこまで考えていなかったんでしょうね。日本は中国に対して性善説で考えてしまいますよね。それを今後は性悪説で考えないといけませんよね。それというのも、この10年ほどの日本政府は農水産物の対外輸出促進を国策として展開するにあたり、成果目標の短絡的達成のため、来るべき地政学的緊張とそのリスクという現実を真剣に考慮せず、手近と思われた香港を含む中国市場に過度な傾斜を強めてしまった。その結果として今回のように相手方に弱点を突かれてしまったのであると。もうその通りですよね。中国というのは相手の弱点を探して嫌がらせをしてついてくるんですよね。例えば台湾のパイナップル、今から出荷シーズンですよという時に禁輸をしたと。そういう相手の弱点をつくんですよね。つまり中国に対しては制約説で考えないといけません。このように考えれば、従来からの風評被害に加えて今回の中国側の理不尽な対応によって深刻な打撃を受けている国内の水産関連業界には、すでに実施向け動いている短絡的措置だけでなく、国内での流通消費の一層の拡大、付加価値の向上、
新たな輸出市場開拓に向けた中長期での着実な支援も必要となります。そうですよね。もう中国に依存してはいけませんよと。さらに国内で流通消費しましょうよと。それについてはふるさと納税がありますので、後ほど紹介します。そして同時にそのためには、広く国民間で問題意識を共有することが必要である。海に囲まれた我が国の将来の漁業を守るためにも、迅速に行動しなければならないと。そうですよね。福島の問題だけではなく、国民間で問題を共有して、どうすればいいか考えて行動すると、それが一番ですよね。そして今回の件はチャイナリスクを直視、恒久する機会になります。現在日中間の基礎的な信頼関係はもはや崩れていると言っても過言ではない。かつての日中友好の幻想に基づいた時代はとうに過ぎ去り、今や我々の眼前には厳しい地政学的な現実があります。こうした中で政治から経済に至るまで中国との関係がもはや深刻なリスク要因となったことは、今日において当然ながら織り込まれていなければならない。そして今回のような問題は、嵐が過ぎるのを待てばよいという一過性のものではなく、今後もたびたび繰り返されることが避けられないであろう。処理水の海洋放出をめぐって中国側によって引き起こされた理不尽な諸問題は、私たち日本人の目前に改めてチャイナリスクという避けては通れない課題を突きつけ、嫌が応でも正面から直視させる機会となった。これを改めて恒久することで、日本全体としての今後の中国とあるべき向かい合い方が見えるのではなかろうかと。その通りですよね。もうこれはですね、嵐が過ぎるのを待てばよいという一過性のものではなく、今後もたびたび繰り返されるのが避けられないと。なので今このチャイナリスクについて逃げずに行動しないといけません。それがこちら TBS 自民会合で日本の水産物を学校給食に、消費拡大を国民運動へ、中国の全面禁輸を受け、原発の処理水をめぐり中国は日本の水産物を全面禁輸したことを受け、自民党の会合では5日、学校給食向けに活用するなど消費拡大を求める声が相次ぎました。学校給食はいいアイデアですよね。そこで自民党滝浪博文水産部会長、今回は中国と禁輸の対象が日本全体であります。こういった日本全国のお魚、これをしっかりみんなで食べて元気になっていこう。美味しい我が国の魚を食べよう。こういう運動も水産部会、水産総合調査会としてもやっていきたいと。非常にいいですよね。そこで処理水をめぐっては、中国は日本の水産物の全面禁輸を決めたことで価格への影響も懸念されていることから、出席者からは学校給食向けに活用するなど、日本の水産物の消費拡大に向けた国民運動を盛り上げていくべきといった声が相次ぎましたと。そうなんですよね。やっぱり我々国民が行動して国民運動で盛り上げていかないといけないと。その通りですよね。そこでふるさと納税というのがあります。そこでこちらふるさとチョイス。ふるさと納税のサイトなんですが、福島県いわき市で、いわき常磐沖産特選タコ詰め合わせ5セット。これは1万円です。これを私は注文してみました。ということで、皆さんもこの福島県いわき市、こちらを押しますと、いろいろランキングが出てきます。ということで、こちらのサイトのアドレスは説明欄に貼っておきますので、日本人としてまずは国内消費をすると、そういった行動をしていきましょう。他にもいろいろありますので、これは一例ですので、他のサイトにもこういうのがあると思いますので、日本人としてまずは行動してみましょう。ということで、またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォローもいただければありがたいです。またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。